いやー、13人ぐらい、やば、三浪がやばい。でもこれはこれでね、なんかスリルがあっていいね。しかもないのかよ。はい、ナイスボタンです。はい、ナイスでーす。白。はい、ちょっと純粋に疑問ですけど、宿舎前通路で湧いた時ってこんな早く押したんでしたっけ？押せますよ。マジか。いや、僕も来ましたよ。ちょっと遅かったけど。色も湧いてます。湧いてあ、ま私も湧いてます。貨物脇です。キッチンアーカイブ貨前物ででした。押せます、押せます。じゃあまあ、メイン湧いて、ベンプで行ってっていう言い方すればいいです。いや、そっちの方が時間かかるんじゃないですっていか、うか、むしベント見られてろ。そんるんでな気がするんですよすか？ね。今のは、だから、初心者的なのは質問ですよ。ですね、シーってやってる間にクリック一回挟んでおくと、脇が若干速くなる。あ、そうなの？いや、でベもンなんトかかと今思っ回、た。スールさん遊んでないな。怪しいな。怪しいな。今の夢いや、パズル新島何？さん、あれ、確かプロペラ左でしたっ け？うん、左にありましたね。最速で行けた場合はボタンを押しますが、最で速でも、行けなかった場合はヌーンで遊ぶか、弁当の上に。なるほど。いやー。あれ、キリスさんはプロペラ乗らなかったんですじゃまだ未知数乗ですらなかったです、今回。乗もうちょっらとなかっ見た上んげられでなかっすたんですね。か？そこがちょっと気になってるんですよね。次の日中は多分、弁当装置に励んでると思うんで、よろしくお願いあ、じしゃあまあ、じゃあ、弁当の上に立っていただいたら食べに行くんで。何回か食べられてるんだよな、本当に。逆に新しいんだよね、その辺。とりあえず、虎吉さんを釣ればいいのかな？いやいもや、入そんな、ないそでんすな。ね。連れてればいいのかなとかって言ってる本人がそれそうなってるの、本当2票。か。本当に。お、マジかよ、お前。あ、しかもこっちタスクね。リアクター早っ。なんだろう、某実況者さんの真似かな。2つ目のボタンを速攻で押させるという。あ、怖い、逃げよう。あら、やだ、怖い。ならないんかい。生きとる。死んだ。人が多手嶋さん、おっ西と？島さん、ダメだ、これは。やめ、笑ってしまっえった。と、えっ面と、白がってし割まった。と、割と直近申でし訳す。ない。割と直近です。リアクターが終ダメですわっか？た後、僕が一番最初に診察見たんですけど、その時は生きてました。了解です。で、リ人アが、クターの人がゾロ。左側を直してたのは桐島さんです。お、はい。なるほど。リモボさん？右側まあ、いい直や。したのなあ。はピンク、鮮やかピンクのミュウです。はい、ミュウさんはオレンジ2個が見てるんで間違いないです。リアクターになった時からほぼずっとバイタルとエレキの間を往復しました。あれね、診リモ察ボにタンを押ね、してま最した。終いたのが水色と、バナナジッポンさんと黄緑と、オレあンとジね、2個です。4人です。シャドウさんもいなかった？てか、あ、います見ね、いまてすなね。いです。後ろを忘れないでください。ニコさんいたっけ？ いたか。あ、はい、最一初は番いな最後い。に入ってます。最初はいないです。いっちゃん最後方いたちゃ、かもしれないね。最後い。ただ、アーカイブでニコさんとアスルさんが下に向かってるのを見てるので、最後に行ってるんだったらちょっと切るの時間はないかな。まあ、ないと思いますね。で、ミュウさんがちょっと遅れてきてたの、あれタスクしてたんですか？ミュウさんはシャワー室にいらっしゃいましたね。シャワー室で、なんか洗濯物？最終はシャワー室です。最終シャワー室にいましたよ。リアクター直った後ですね、アスールさん、ニコさんが降りてきて、ちょっとしてミュウさんが降りてきた感じです。ミュウさんは降りてき直て。されていて、階下に、はしご下にいるんで。
で私たちは上にいるので、じゃあミュウさんはできる、できるって認識でいいね、弁当で。ごめんなさい、それ言ったら無理で、僕あの、はい、エレキから上がった時にし、あのリアクター終わった後エレキから上がった時に、シュウさんとすれ違って、うん、シュウさんがその後多分バイアタル方面行ったんですけど、僕その後そのままボタンを押しに行った時に、宿舎、あ、じゃあエンジンか、エンジンの方上から、降りてくる霧島さんとすれ違った。あ、そうなんだ。ああ、なるほど。そうなんだ。あ、だったらリアクター中に。それで言ったら、だいぶ弾けるんじゃないですか。診察ついてる人と、シャワーとアーカイブといる人は全部弾けると思いますけど。うん、じゃあ、最終位置、黒。セキュリティです。はい。コーラル・トラキチさん。昇降機で今、パタパタに乗って、右側に行こうとしてました。黄色。黄色、メインホールです。メインホールとシャワールームなんですけど、メインホールとシャワールームその通路付近で茶色ボタンなってます。茶色アーカイブ、そこ見えてないですね、リムさん。あ、見てない、アセルさん、はい、リンボゴさんとは昇降機のところですれ違ってます。あ、昇降機で合ってます。ドラキチさんはだいぶ絞れるそうな感じがする。今のボタン絶対潰って、絶対潰ると思うんで押しました。いや、私が押しますよ、今。とりあえず最終位置を、もう、あ、はい、茶色、アーカイブにいて、ニコさんとアスルさんがシャワーの方に降りていくのを目撃してます。はい。はい。で、その後、アーカイブで、その本締めのタスクをやって、で、通報って感じ。黒の D さん、誰かとすれ違ってます？はい、僕、最初、エンジン脇で、まあ、コックピットで一つタスクして、でリアクターなったんですけど、僕はそのまま武器庫に降りてタスクしてる時にキッチンからネムさんが出てきて、今メインホールって言ってるんで別にエンジン通って言ってるのかなと思ってて、でその死体が、あ、死体っていうか最後の霧島さんの目撃がエンジンっていうことなので、普通に僕は黄色さんや死んでます。トラキチさん目線にリンボボさんぶりって言います？あ、見てます。ボタン押しの怪しいかどうかって話ですか？トラキチさん視点にリンボボさんができるかどうか。直近ですよね。直近なら無理だと思います。あれ、直近って話出てましたよね。直近ですね。まあ、10秒ぐらいは、ね。だったら無理だと思います。私が昇降機入るときに、リンボボさんと、ん？違う、昇降機入ってリンボボさんが来て。待って、トラキチさん、ちょっと先に経路聞かせよ。昇降機どっから行きました？リアクターの衝突コースの左側を霧島さんが直しているのを背後から警備して、で終わった後私は金庫室の方の、ダウンロードとあと着せ替えをやってからアーカイブの方に行こうと思って、昇降機の右側から左側に、今パタパタに乗ってたんです。でその、昇降機のパタパタに乗るかはしご登るかをちょっと迷ったあたりでリンボボさんが来て、リンボボさんが、ミーティングに上がってしばらくしてボタン押しなので、直近っていう話であればリンボボさんは難しいと思います。黄色黒ローラーする、どれぐらいの直近かですけど、黄色黒ローラーする、黄色黒ローラーでよくない？ローラーする、うん、浮いている黒と、うん、まあ、サイクロの黄色でいいと思います。そうですね。あ、そうですね。まだあの、うん、縄は十分に足りているので。あるんですけど。黄色から釣りたいかなと。トラピさん、霧島さんがどっち行ったか分かります？いや、分かんないです。私は治ったの確認して、うん、金庫室行っちゃってるんで。金庫室に来てます？まあ、金庫室に来てないんであれば、エンジンでいいんじゃないですか。うん、下に行こうとしたら扉が閉まってたんでやめたんですよね。次話しますね。ローラー追加するんだったらデイさんに押してほしいんですけど、ちょっと
綺麗にね真ん中と右に寄ってんだよね、面白いぐらい。3人し、押した。ナイスでーす。はい。ありがとうございます。さっきの話なんですけど、多分トラキチさんは多分要は地下で説明するとトラキチさん金庫室入ってたって言ってたじゃないですか。はい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 。はい、でだとすると僕がそのエンジンからこうその宿舎前通路上がるときに、上から下に下ってくる桐島さんを見てるんで、はいはい、トラキッチさんはそれだったら、リアクターに桐島さんを残して金庫室行ったっていうんだったら見てないっていうのも僕目線は分かるなっていう感じ。A さん浮いてますけど、逆に言うと誰も視認されてないんですよね。うん、エンジン付近で視認をされそうな気がしていて、うん、キルをした場合は。いや、というか、うん、多分な、あの、図的にね、真ん中とバイタルあたりにすげえ寄ってるから、左にいて視認情報がないのは、うん、合ってると思う、うん。合ってると思うんですよ。なので、うん、そこでデイさんを釣るかどうかって言われると、ちょっと自分的には懐疑的というか、あの、なかなか、あの、それだと要素が薄くないかなっていう気はしてるんですよ。私も正直ネムさん1本で止めておきたいっていうのは、リンボーさんの偽装もなくはないとは思ってるんで。そうだから、僕からの提案は、はい、デイさんまで釣るんだったら、それだったら僕まで落としてもらった方が多分群れ的にはすっきりするんで。そう、金色の印象はリンボーさんの方が可能性あって、すれ違ったちょっと薄めだけど、トラキチさんとの二路っていう可能性もあるんですよね。で、金庫室っていう可能性もあるんで、下に降りてないんですよ。なんで、そう、だからそう、ここで一本釣りで。するよりかは、リンポコさんを。一本で、そう、止めておきたい。そう、じゃあ二路ケアで。だったら、うん、だったら僕で止めてほしいっす。あ、デイさんだったら、リンポコ。そう、でもし釣るんだったら、そう、そのリンポさん、デイさん、多分一路だと思ってはいます。うん、でそう、ネムさんからもデイさんからも霧島さんの多分目撃情報が出てなくて、見てるのがリンボボさんだけなので、違う、私も見てます。確かに大変だな。ありうるとしたらリンボボさん、トラキチさんのにが二路線なんですけど、だからそもそも青とすれ違った時に切ってる可能性もあるので、そうだね、確かに線も消せない気がします。わざわざ可能性あります。確かに黒よりは、そしたら可能性ある。だったら、おわ、釣らない。釣らないのでもうちょっと。1本。ただ、あの、三郎を考えてるぐらいで。マジ？あディストリビューターやりたい。怖い。一回バイタル見に行ってからだな。死体チェック。ジポンさんめちゃくちゃここやってるな。死んでない。ナイスです。すいません、タスクができなかったので、はい、ナイスボタンちゃんです。ちょっとここいや止めます。普通にリンボーさん二路ケアしておきたいんですけどダメ、
うん、デイさんよりつるんだったらリンボーさんの方がいいです、うん、そうですね。同じく、うん、つるんだったらリンボーさんで止めたい。はい、うん、そうですね、うん、そうそうそう、デイさんがやってるんだったら多分キッチンから弁当で飛んでとかぐらいじゃないと厳しいと思うんですよね。なんかそれは誰かに絶対開いてたとか言われそうなんですよね、うんうん、そうそう、もしくはその桐島さんが本当に上から降りてきてて武器庫ぐらいまで行っててデイさんがそこで切ってるとか。デイさんってあのネムさんとすれ違ったのってどこでしたっけ、黄色と。はい、デイさんと黄色がすれ違ったのってどこら辺でしたっけ。武器庫です。武器庫で黄色とすれ違って武器庫なんだ。あ、でもそこで見てないってことか。でそれで黄色がメインまで行って黒が石油だったら、黒の弁当だったら多分黄色に見られてるね。まあ黒黄色の線もありますが、 それだったら黄色落としてるんで、うん、黄色で落ちそう、うん、黒が、うん、本当に黒のデイさんがインポスターで黄色のがクルーの線がない気がする。うん、うん、そうですね。で僕で止めてもなんとなくトラキチさんができなくもない気もする。まあできなくはないんですけど、うん、それはそうです。なんで要はどっトラキチさんとリンボーさんをどっち落としますかって話でも、いやでもトラキチさん側インポスターだったらもうリンボーさんもインポスターじゃない、うん、そうそうそう、なんでなんでどっちかがインポスターだったらもう片方もインポスターだから。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで私とかの話。いやだからそこの二郎を考えてるんですよ。トラキチさんとリンボーさんの二郎を考えてて、ミルミルさん怖い、さかすな、ごめんなさい。そこの二郎感薄いけど考えてるんで、落とすんだったらまあそう、まあ、だからそう、まあね、ここもトラキスさんがインポスターでリンボボさんがクルーの線はなかなかないと思う。うん、そうなので、落とすんだったらまあリンボボさんで、一応トラキスさんとの正直、鍵あの最初に言わないと思うけど、ここまで情報を出しておいて、あの黒って本当考えづらいんですけど、うん、あのまあバランス釣りっていう感じですかね。うん、まあ安牌で取るとリンボーさんって感じにはなります。まあそうしたらだいぶ白目では見てます。うん、そう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 、白目では見てますけど、一応そのケアっていうことで来た方がいいかなっていう。いいです、それでいいです。で僕視点だとトラキチさんは無理なんで、まあそうですね、僕自視点は来るだから、はい、フラットで考えます。はい、ここからはフラットです。トラキチさんは頑張ってください。多分これで位置落ちてると見ていい気がする。ここら辺時間かかる、助かる。あ、配線があるわ。コミュー誰かいる、あれ逆走してんじゃん、思いっきり。誰かに会いたいな、誰かに会いたいな。やべ、飛んでく、飛んできたらしいね。キッチン3、キッチン3か、キッチン3だったら安全かな。はいはい、あ、どちらでしょう。はいはいはい、なんか茶色い人が何だろう、武器庫上がってあそっちかエンジンルーム行ってはいはい、ん、通信室上がってなるほど、了解です。はい、通信室の中、バイタル情報とかあります？あ、バイタルはだいぶ前になくなってます。バイタルですね。
コミューサボが終わった5秒前ぐらいではもう死んでましたね。そうですね、何度かドアを開けたので多分エンジンルーム結構時間は経ってます。具体コミサボですか？え、ちょっと待って、具体的に、ちょっと待って、具体的にした位置どこ？具体的にした位置がわからないので武器庫上がって、武器庫上がって左右通信ルームでコミサボ直すとこ、エンジンルームエンジン何なんか通路でした。エンジンルームのあたりです。給油とかするとこでいい？なんのあれもないです。コミ前の通路じゃないんですか？だからコミ前の、でもそこコミ前通路ではないと思います。ないです。CU さんとオレンジに子が通ってるので結構直前に具体的っていうのがちょっと難しいんですけど、多分通信室かエンジンルームのどっちかの。そしたらミュウさんがどのあたりでレポート光っただけ教えてほしいです。エンジンルームの真ん中か左寄りか右寄りかで教えていただきたいです。まず経路は、経路は私は武器庫で、チャカチャカやった後武器閉まって銃閉まって上行きました、はい、上に行って左と右どっち行きました？右に行きました。右に行きました。じゃあエンジンの右側ってことですか、うん、でドア開けて、はいはい、ドア開けてエンジンルーム入ったのかな、たんじゃないですかね。で通報、あ、じゃあ左側ですね。バイタル情報、ごめんなさい、ちょっと聞こえなかったんですけど、コミですか、コミの5秒前ですか？これで時間と終わっちゃった。終わっちゃった。これで時間終わっちゃったよ。ごめんなさい、なんか、私の曖昧な情報で。いやいやいや、見つけていただいただけじゃない。終わっちゃったよ。情報詰めないんか。はい、どちらで？おっと、どこですかね。エンジンルームの左？またっすか。エンジン4人いましたよね。なんで？今トラキッさんが突っ立ってるところを見かけました。はい、いいですか？あ、どうぞ。セキュリティでカメラ見てたんですけど、はい、エンジンつけた瞬間トラキッさんが殺してましたね。はい、はい、セルフです。あ、了解です。トラキッさんなんか便秘あります？これトラキチさんのセルフでした。自白？自白ですか？うん、なんでもないですよ。ミュウさんだと思います。あ、本当？ミュウさんね、あのね、僕が宿舎前やとか昇降機あたりで見かけてるんで、あの後を切ったらちょっとすれ違ってるんですよ。容疑入ることに自分から入ることになるから。ちなみになんですけど、カメラが嘘ついてることは多分ないと思います。カメラ1ずっとついてました。あのコックピットです、情報。
まあでも桐島さんのキルで2人連れてるからいいや。自白した。怖かったらトラキッさんとミュウさんが色似てるからそこだけ間違いないのであれば大丈夫かなと。そうですよ、色違いますよ。いや半分目からし上から2本葉っぱ入ってるのまあそうですね、花が咲いてるか未成熟かの差だと思うんで。まあ、そうです。本当に薄いですけど、アジポンさんとミオさんの二郎がなくはないので、トラキッさんで万が一終わんなかったら片方釣ればいいんじゃないですか。みんな白いクルーを釣っちゃいましたね、二人も。ひひひ。じゃあ、アジポンさんとミオさんは白でいいってことですか。いえ、違いますよ、ミオさんですよ。いやね、トラキチさんが黒でリンボボさんが白の世界線がない気がするから一番落ちてると思うんだよね。もう終わる気がするんだよな、これで。確かにそれもワンチャンありそう。終わんないよ。なるほど、アップロードしよう。マジか。ミグさんの動きもちょっと怖いとこあったんだよな。あ、内藤、はい、終わりませんでしたね。まあまあ実は終わってなくてもよくて、全然それは多分リンボボさんで2浪であと1浪残ってるんじゃないですか。そうだね、ここはもう釣りなしでいいと思う。で、まあ、せっかくボタンを押したので、あのさっきなので私はそうです、あのトラキーさんのキルじゃなくてその1個前のミュウさんが見つけたやつを、そうです、あれですね、あれ、はい、エンジンの多分左あたりにあるだろうしたい位置でどうさらいを、それを私がどこだったのか検証したくてうろうろしてたんですよ。はい、ああ、なるほどね。それがあれでした。宿舎前通路、そこまで行ったんか。だいぶずれた。変わってくるな。だいぶずれた。エンジンルームの上。うん、わかりました。はい、了解です。了解です。宿舎前通路からエンジンルームのその間の通路、うん、だとしたら弾けるとしたら多分オレンジと水色シユさんお互いに厳しいんじゃないかなと。シユさんが左から来て武器庫入ってるの見てるんで。そうですね。で、キッチン3がついてたんですけど停電が治った後ですね。あ、うん、黄緑と多分オレンジと誰かだと思う。茶色です。あ、OK、そう、停電直したのが私なので、はい、でここで固まってるってことは弁当だったらどっちか見られてそうだから、うん、ですね、まあ、なんでシャドウさんとアジポンさんの経路を聞ければいいかなと。そうですね、エレキです。それでさっきうろうろして、あ、どこで死体発見してたんだろうってうろうろしてたら、さっきのトラキッチさんの殺害現場を目撃した感じでした。さっきのターンですね。はい。はい。シャドウさんはどこにいらっしゃいました。さっきですか。ミユさんが発見した死体だから誰の死体だっけ。アスールさんです。桐島さんか。桐島さんのターン。桐島さん。アスールさんです。桐島さんじゃない。プロだから。デイさん。いや、アスールさんですか。デイさん。アスールさんかもやしね。スールさん。覚えてないかも。どうだろう、あんまり覚えてない。バイタル見てたんじゃないですか。バイタル見てくれた。あ、そっか、バイタル情報がシャドウさんから出てるのか。そうですね、コミュ5秒前ぐらいにはもう死んでました。コミュ5か5秒。トラキッさんがやってるってことないですか。ありそう。あ、トラキッさんもありえる位置では。
かな。多分二郎いる可能性がまだあるので、死ぬんかい。乳酸がどこですか。ボタン押しです。ボタンですね。ごめんなさい、そっか。最終あのコミサボ倒したの誰ですか。私です。オレンジです。オッケーです。水色とアジポンさんがあのミーティングにいるので無理です。そうです。了解です。そこ2人無理ですね。はい。ニコさんが込み前にいて、私最後宿舎までたどり着いてます。はい。白はセキュリティで見てて、込みサボが起きたんで、あのキッチンの方から向かっていこうと思ったらボタンが鳴りました。以上です。黄緑エリア、あのバイタルの近くです。バイタル、あのバイタル張って死ぬの、誰か死ぬの見ようと思ったら込みサボ鳴りました。なって左に向かおうとしたら鳴っていました。コミサボが鳴る前は、ユリアさんをアーカイブで見てます。そう、そこから降りてる私。はい、本当、はい、ミルさんの奥行きは全くないってことですか、うん、したらそうですね。で、ミルミルさんが、茶色が浮いてるかな。エンジン通って上がってるから、エンジンの方から宿舎前かな、そっちの方に行ってるの見てます。あ、そっちの方まで来てます。コックピットのあの通路あるじゃないですか、コミの通路、はい、そこからエンジンのところのカメラで見えてます。そこから右の方に行ったのを見てるってことですね、茶色は。そうですね。ミユさんは見てなくてってことですね。はい、見てないですね。いや、まあどうですかね、その辺は。みんなのリスポン位置をちょっと洗ってって、ちょっと待って、その前に方針決めたくて、2位いると思います。いや、私はいないと踏んでます、うん、私もいないと。トラッチさんがインポスターだったらさすがに1位だよな、残りって感じがしますね、うんうん、じゃあ続きどうぞ。水色は宿舎前で湧いてます。みるみるさんもいました。あー、うん、いたかもしれない。ごめんなさい、覚えてない。宿舎前なのは間違いないですけど。でも、もし、でもミーティングところにアジポンさんとシリュウさんがいたって言って関われないって言ってませんでした？です。うん、そうなんですよね。水色が早い段階で、あのミーティング登ってますね。コミュなる前にアジポンさんが登ってきてます。はい。なるほど。了解です。で、そこからアジポンさん監視して、あの、タスク終わるの見計らってボタンを押そうとしてたので。タスクでいいんじゃないかな。そうね、タスクも終わるんですよね、正直。いろんな気がする、うん、でも1ゲージ以上あるんだよな、これまだ。すげえ、うん、なんとかなりますよ、頑張って。まあ、とりあえず幽霊の方もね、タスクは早めに終わらせていただいて。何しよっかな。何しようかな。アーカイブを茶色。ミーティングアジポさん、え、もう一回行くの？ああ、まあそうなるよね。いや、シャドウさん固まっとる。
見してくれないかな。あ、見つかりそう。はい、どこでしょう。はい、セキュリティールームですね。シュウさんの死体です。はい、はい、了解で、多分ほぼユリアさんではないかなと。私ね、そっち行ってないんだけど。いや、あ、それはないです。あの緑見てます。あのキッチンの方、あのセキュリティの方から、引き子の方に上がっていくの見てます。あ、一応ちょっと情報出しときたいんですけど、私コックピットのアドミン見ておりまして、はいはい、リアクター鳴る前にキッチン1、セキュリティールーム1、電気室1ついておりまして、電気室から、セキュリティールーム2になりました。その瞬間にリアクターが鳴りました、はい、でキルが発生したと思って、キッチンセキュリティールーム入った時に、ユリアさんとすれ違っております。で死体が転がったので、私目線はサイクロユリアさんです。ちなみに私、うん、ちょっと私の視点の情報だ、絶対ね、あのまずね、私視点はシャドウさんなんですよ。うーん、のなちょっと、まあ、いくつか、ね、あのちゃんと僕も情報出しますよ。はい、まず、ね、僕あのキッチンで沸いてるんですよ。でシャドウさんと沸いてます。はい、で、はい、でそこにシュウさんもいたな。で私あの左下のあれ終わってなくて、展望デッキ終わってなくて、展望デッキ行ったんですよ。 で、うん、で展望デッキ行った段階で、シャドウさんとで私で戻ったら、まあ、シャドウさんとシュウさんどこもいなくて、でその後あのハンバーガーも終わってなかったんで、それあのキッチンまでやってなくて、ハンバーガーやって、その後あのリアクター鳴ったあたりでシャドウさんが戻ってきてて、あの持ってきてセキュリティの方から、で私リアクター鳴って、そうそうこれやんないとあかんなってなって、あのライト直したのは僕です。でその後あのライト直したのは僕で、あの展望デッキやってる時ライト落ちたんで、ライトもやって、なるほど。でその後戻って、あの思ったら少しあのハンバーガーやったら、あのシャドウさんが右から来て、でその時リアクターになって、で私リアクター行かなきゃあかんなってなって、リアクターの方向かっている時にニコさんとすれ違って、でそこで死体、その後死体発見です。私は最後エンジンの上です。シャドウさんって、まあ、どこ行った？うん、あ、僕はずっとキッチンにいました。でユリアさんがセキュリティの方から来てました。以上です。もうそれしかも情報はないです。あの、まあ、1個気になるのがシャドウさんがずっと立ちっぱなしになってるのはなぜかなと。これに関してはそうですね、もう充電がなくて、ただそれだけのことなんですよ。本当に申し訳ないです。ただそれだけのことです。時間がちょっとかかってないんじゃないですかね。アズポンさんはもう隠しろなんですよ、あれの中では。はい、あ、なんだったら黄緑白って順に釣っていいと思います。うん、はい、そうですね、多分お互いにそう怪しいって言ってるのは、黄緑から釣ってもらってすぐボタンを押して白釣りで行きたいんですけど、そうですね、それはいいですね。普通に黄緑がもう白になすりつけているようにしか聞こえないから、もう黄緑で終わりじゃないかな。どうかな、あのいや終わりで終わってるやん。ボタンを押すし、ごめんなさい。いや、ユリアさん、あの言い訳があれですごいあれだと思った。シャドウさんずっと固まっとるからもう何もできないよ。いや、あのだからシャドウさん固まってるから情報落ちてたよなと思って。いや固まっててもね、あの周りは見えるから。そう。はい、じゃあ振り返っていきましょう。はい、青はユリアさん必死だったね。青は無理や。青はトラキチです。がどこで、あの多分宿舎前あたりとかでしたっけ。ね、エンジンルームの縦の通路のとこか。じゃああの後すぐやってたんですね。てか、そうなんですよね。トラキさんだったら、あれちょっと待って、あのスクリューブだと思ったんだけど、まず三路、三路ってトラキチさんとユリアさんと、あと誰。あ、トラキチさんと僕とユリアさんです。リンボーボです。あ、じゃあそこ2だったんだね。そこ2でした。もう皆さんの言う通りでした。やばいと思いました。誰かと一緒にいとこうと思ったら二郎ですよこれ。はい、じゃあ次、いや、ごめんなさい、ちょっと笑っちゃって申し訳ないです。アスルさんですね。私実はほうエリアやった。金庫室、あの宿舎前は金庫で多分キルクール貯めてて、うちはあの金庫室に3つもタスクがあったんで、全部やってたらキルクール開けちゃいました。ただあの、うん、金庫では死ぬまいと思って、証拠、あの宿舎前通路のところまで出たところでキルされてますね。でその後も秒でドア閉まって、なんでって言いながら秒ドア閉まって。なんか報われねえなって思ってました。
ベッドで、ベッドで一回切ってきた展望デッキ飛んで、ライト落として、自分でライトを直して、アリバイ作ってました。うーん。まあ、早かったですよね。ただ、あれですね、ミュウさんがインポスターだったらめちゃくちゃうめえなって思ってました。一偽装をした上で、しかも位置確定するまでで一議論使ってるんで、あれは悪いプレイヤーですけど、戦法だとしたらだいぶちょっと悪質ですけど、あれは。じゃあ、次、もう、デイさんはもうトラキシさんでいいとして、もう目撃されてるので、そうね、そうね。次死んだのがミュウさんか、ミュウさんはどこで、私だね、ユリアだね、どこでしょう。あのアーカイブで湧いて、アーカイブを助けてるふりしながら、あの切り替えたまんの待って、あの右に逃げようとしたけど、コビサボし、あの鳴らしてから速攻キルして、弁当で貨物に飛んだ。それやたらくっついてくるから、やだやだ怖いって逃げてたら殺されました。だからユリアさんがあのバイタル見たって言ってたから、でもそんなに、なんだろう、コミサボが鳴る前にバイタル見たって言ってたけど、その時アーカイブにいたから、でもなんかおかしいな、そんな移動早かったっけって思ったら、やっぱそう。ちなみに 1.5 倍なんで、あの割りかしいけるスピードです。そうなんですかね、そんな結構いける。え、スピードは1でしょ。そうなんですか、スピードは1ですね。全員1ですね。それはそうですよ、バレちゃうじゃないですか、1人だけ 1.5 倍だったら。